僕たちはアフリカの大草原を住処とするライオン一家さ、知ってるかい？僕たちは草原に住む動物の王様と言われてるんだ。参ったな、まだ歩くのかな。僕たちの群れは一頭の父さんライオンと8頭の母さんライオン、そして僕たち子供ライオンでできているんだ。おーい、気をつけて、ゾウの一軍がいるわ。僕もう疲れちゃったよ。よく頑張ったね。今日の移動はいつもより長かったからね。そうか、この辺りはバブンたちの縄張りね。ゾウ一家の次はライオン一家が侵入してきたぞ。母さん、変なやつがたくさんいるよ。バブーンというお猿さん。バブーンはリーダーを中心に厳しい規律と掟に従って生活しているのよ。昼間は草原で活動し、夜は木の上に戻るんだよ。おいしいね。お前の母さんは向こうにいるだろ。関係ないだろ、お腹が空いてんだもの。あっちに行けったら。お前、覚えておき。ライオン一家では子供はどのおばさんの乳を吸っても良いことになっているんだよ。そうだったのか。僕恥ずかしいよ。もっと勉強しなくてはいけないね。ここにしばらくいることになるよ。さあ、みんなゆっくりおし。お腹いっぱいになったら眠くなっちゃった。私も昼寝といくかね。どっこいしょっと。うん、なんだ、虫がいるのかな。かゆいな。何者かが近づいてきたわ。ジャッカルね。
まあライオンが怖い顔してこちらを睨んでるわ。まだ見てるよ。あっちにお行き。いつも俺たちを嫌うんだから別に悪いことしてないのに。お前の母さん勇敢だよな。母さん、遊んできていい？みんなと仲良くしっかりお遊び。遊びが狩りの練習になるんだよ。この野郎、獲物を捕まえたぞ。喉に噛みついて窒息させてやるぞ。どうだ、参ったか。何、負けないぞ。これが僕の父さん。父さんは群れから少し離れていつも僕たちを見守ってくれているんだ。父さんの盾紙すごいだろ。これが百獣の王という印さ。夕方になると母さんたちは狩りを始めるんだ。うん、僕もよくわからないんだけど父さんは狩りはしないんだ。獲物は必ず風下から狙うのよって母さんが教えてくれたよ。母さんたちは 2,3 日に1回狩りをするんだ。今日もいい天気だこと。相変わらず賢いシマウマたちね。私たちの狩りが終わったばかりとしてのんびり草を食べているんだから。はずだよ。シマウマさんやヌーさんたちがたくさんやってきていたんだ。するぞ。うわー、食事だ食事だ。よく噛んでゆっくり食べるのよ。
なんて美味しいんだろう。ほら、集まってきたよ、ハイエナどもが。あいつには一番気をつけなくては。獲物を横取りするだけでなく、子供たちも襲うんだから。子供たちの敵は病気とあのハイエナたちさ。気をつけないと。父さんは相変わらず困ったものね。自分のことしか考えていないんだから。母さん、とっても美味しかったよ。それは良かったね。あの目のいいハゲタカまで集まってきたのね。すごいな、どんどん集まってきたぞ。顔してるな。お母さん、ハイエナとハゲタカが喧嘩を始めたよ。餌を奪い合っているんだよ。あのハイエナ、僕たちの餌を持ち逃げするよ。次の場所に移動しますよ。僕たちはこうしてまた次の場所へと移動するんだ。サバンナの平原は厳しいところで、子供の僕たちが大人になれるのは5頭に1頭しかいないんだ。でも僕は頑張って、きっと父さんみたいな立派なライオンになるんだ。